ビーバーは第二次世界大戦で使用されたドイツの特殊潜航艇である。外部に装着した2本の53センチメートル魚雷、または機雷で武装し、沿岸部での輸送に対する攻撃を機とした。この艦はドイツ海軍の保有した最も小型の潜水艦である。ビーバーはヨーロッパへ上陸を試みる連合国軍の脅威に対する補助戦力として急遽開発された。 この結果、基礎的な技術的欠陥と操縦者の訓練不足が結びつき、324隻のビーバーが配備されたにも、かかわらず、連合軍の輸送に対し、現実的な脅威とは全くならなかった。本級による撃沈は、アメリカ軍の貨物船アランエーデールのみである。数隻が博物館で現存しており、この中には、航行可能な状態にまで復旧された一隻が、 含まれる。最初の試作艇の建造は1944年2月から開始され、6週間かからずに完了した。試作1号艇は公式にはブンテボートと呼称され、イギリスのウェルマン潜水艦の強い影響を受けていた。この艦は全長が約2メートル短いことなど、いくつかの点が最終的な設計とは異なるものであった。 5月29日のトラーフェイ側でのテストの後に24隻のビーバーが発注された。ビーバーの操縦系統艦隊は厚さ3ミリメートルの後半からなる3つのセクションを合体させ上部にはアルミニウム合金製の司令塔を描写して建造された。この司令塔は防弾ガラスの窓を備え操縦者が外界を視察できるようになっていた。水中翼と 火事は木製であり、震度計、コンパス、潜望鏡からの情報に従って、これらの制御打を操作してこの艦を操縦することは困難なことであった。操縦が困難なことに加え、この艦には補正とトリムを制御するタンクが欠如しており、潜望鏡震度に艦を維持することがほぼ不可能だった。ビーバーには先行タンクが、艦首セクションに1機、戦備に1機備えられていた。 この潜水艦には中性浮力状態で、タイブック魚雷2本、または、機雷2発、もしくはこれらを混載で装備できた。ビーバーは、浮上構想時には32馬力のオペルブリッツ用のガソリンエンジンで駆動された。このエンジンから放出される一酸化炭素は、危険をもたらす恐れがあったが、機関に採用された。このエンジンは安価で、相当数が生産されているという利点があった。 先行中の推進力は13馬力の電気モーターにより供給された。このモーターはミキの T13T210 バッテリーを電源とした。ビーバーの作戦はドイツ海軍小型戦闘部隊の支援のもとに実施された。当初の計画ではビーバーの操縦者の訓練が8週間行われる予定だったが、操縦者の最初の組はわずか3週間で促成された。 計画はまた、ビーバー30隻の召喚隊と操縦者、また搭乗員を支援する200カ所の海岸を必要としていた。作戦は、通常1日か2日で終了し、この長い作戦中に起きたままでいるため、操縦者は D9 として知られる薬品かカフェイン入りのチョコレートを用いた。貧弱な性能のビーバーの潜望鏡により、野襲は海面に浮上した状態で行わなければ、 ならなかった。ビーバー105艇の縦オーダ及び推進機。ビーバーの偉人は1944年8月30日、フェカン港から実施された。22隻の先行艇が出撃したが、港湾を離れることができた艦は14隻のみで、さらにこの14隻のうち2隻のみが、作戦海域に到達した。これらのビーバーは後に、メンヒエングラートバフ派に交代した。 1944年12月、スヘルで川口のアントワープへの輸送に対し、ビーバーを配備することが決断された。兵力は、ロッテルダムを基地とし、パーターシェイブン及びヘルボツルズに全身基地を置くものであった。最初の攻撃は12月22日から23日の夜間に実施された。18隻のビーバーが投入され、1隻のみが生還した。この作戦による、 連合軍の損失はアラン・エーデールのみであった。23日から25日にかけてのさらなる作戦は成功を収めず、投入された14隻の先行艇はすべて生還しなかった。27日、ベリーナションで事故による魚雷の誤射が発生し、11隻のビーバーが沈没する結果となった。これらの艦はしかし、後に戦列に復帰した。 無傷の三隻はこの後再び出航し、生還しなかった。1月29日から30日の夜間の作戦では、配備されたビーバーの大部分が氷によって損害を受けるか喪失した。損失は RAF の爆撃とも結びつき、1945年2月中の出撃を阻むこととなった。この爆撃はビーバーを水中、または 水の外へ移動させるために使用されるクレーンに損害を与えた。補充戦力により、作戦が1945年4月まで継続されたが、しかし、成功には至らなかった。また、ビーバーの召喚隊は、非常に高い損失率を出し続けた。最後のビーバーの作戦は、4月26日夜間に、嫌いの不設を試みたものである。 三回四隻中一隻が座礁し、三隻は P-47 サンダーボルトの攻撃を受け、二隻が沈没した。側面から見たビーバー。潜望鏡が失われている。1945年1月、一つの試みがなされた。コラ半島のバインガワンへの攻撃実施である。作戦目標は、この港湾で給油と弾薬搭載のために停止した輸送船団。 または、ソビエト連邦の戦艦アルハンゲリスクへの攻撃の両方であった。予定された攻撃の時点に、アルハンゲリスクも輸送船団も港に闘病していなかった。この作戦は、U ボートのためのもので、港湾エリアまでビーバーを輸送した。U-295、U-318 よび U-716 は1月5日、船体上にビーバーを搭載して、 ハーシタを出港した。U ボートの機関からの振動が原因となり、ビーバーの定備ギアボックスが水漏れを起こし、水は機械室へ達した。この結果、作戦が断念された。ビーバー2及びビーバー3として、二人乗りの方が計画開始されたが、設計段階から出ることはなかった。イギリスの帝国戦争博物館にて展示される、ビーバーナンバー90。 2008年撮影。ロンドンの帝国戦争博物館に展示されるこの先行艇は1944年12月後半にヘルボツルズの運河を出撃した3隻のうちの1隻である。この艇は1944年12月29日、ドーバーの北東49マイルで沈没しているのを発見された。艇の登場員は 機関からの排気系統を完全に閉鎖できず、一酸化炭素中毒により死亡した。HMS レディは、この艇を栄光した。艇が、ドーバー港入り口の近くで沈没した時にさえ、イギリス海軍はこのビーバーを扶養させ、広範な試験を行った。艇の最初の検査時に発見された奇妙な点は、以下の通りである。一本の瓶が座席の元に隠されており、中の記事は、 英文で仕留められていた。これは、帝が捕獲されたことと、操縦者がなぜ彼の最後を迎えるに至ったか、その説明の可能性について、何らかの関連性があると推測された。発見に関して、他の詳細は失われた。魚雷を装備したビーバーナンバーワン英語、王立海軍潜水艦博物館収蔵。このビーバーは、イギリスのゴスポートにある、 王立海軍潜水艦博物館が所有している。この艇は稼働状態にあり、また唯一完全に作戦可能な第二次世界大戦の潜水艦であると信じられている。2003年、この戦航艇はフリートサポート者の練習生によって稼働状態にまで修復された。作業のガイダンスはイアン・クラークによる。この修復はチャンネル4のテレビ番組。 サルベージスクオードのサードシリーズで呼び物となった。この帝は1990年、オランダの新運河を春節作業中に発見された。帝はその後に修復された。他のビーバーはミュンヘンのドイツ博物館、ドイツのシュパイヤーにあるシュパイヤー技術博物館で展示され、3席以上がオランダで見られる。一隻はホートラムキンスのブリシンにて、また一隻は アムステルダムに近いスロートンで個人所有される。もう一隻はオーバールーン戦争博物館に展示される。二隻がノルウェーで現存しており、一隻が王立ノルウェー海軍博物館に、そしてもう一隻はエコンスバーン海軍基地が所有する。客中文献。ありがとうございます。